I'm not afraid to die.
させていただきます。はい、再び挟んでください。よろしくお願いします。ということで、CD の1曲目の雨のモノローグという曲なんですけど、見てください。
を書いてみました。いや、いつか帰るのね、あなたのところに。次の曲かな。はい、あのこの曲も先ほどの曲も35年、8年前、あのカヤのオリジナル曲みたいな、主人と二人で作った曲なんでしたけれども、また違ったアレンジでやります。まあ、ちょっとこの年の私に合う感じのあなたと私を準備して、あなたと私
ていうわけでございます。細井豊さんのアメリカの結構 CD でも結構遊ばしてもらって聴いてください今夜お求めになってはい、よろしくお願いします。星川さんもね、そうなんです、星さんにお送りしたんですよ。星さん連絡来て1月15日に東京の西荻のテラというところで、またこれまたとんでもないメンバーで、ギターさんがもし予定がつけば、でギターは通算スゲイさん、スゲイの歌センチメンタルしてますから、はい、すごい付き合いなんでバックアップサポートミュージックなかなかこう持ってくれるすごいみんなセンチとカヤの合体ということで、ね、東京でやろうとしてます。シャンメンも向こうにいるし、シャンメンとショウちゃんも行くんですよ、うん、やっぱり星川さんもそこに現れるんだよ。現れたらすごいね。なら今予定をね、合わせてくださっている私、シオシさん長々とお手紙を書いたんです、うん、30何年前にね、カヤ突然辞めて、そのマリンブルースカイという曲でデビューしたんで、その時にはキュウさんがね、世界共演者にねって言ってね、はい、楽しい思いをさせてもらったんですけど、その時にアレンジャーでプロデューサーをされたのは星勝さんで、星勝さんってどんな人かっていうと皆さんご存知のね、安全地帯井上陽水、はい、陽水さんのアレンジャープロデューサーをされてる方で、今はね、まあ、詳しくまたお話を聞いてきます。うん、15日いらっしゃるいらっしゃらない別にしてお会いするつもりなんで、はい、うん、よかったです。これをきっかけにまたつながれて嬉しいです。その曲はのりちゃん作詞作曲で、このいつもこの歌を歌ってると私もすごく励まされる、リトルブラザーという曲です。聴いてください。
作りました、うん、で歌詞を載せました。でこのレコーディングには、あの元キーボードのウルトール彼が、ビリケンちゃんというところで、サンバ隊のパーカッションとコーラスを取ってくれて、そして東京の豊さんのところで合体させて、あのギターはあっち の, あの CD の中ではのりちゃんのギターです。なので彼4曲ぐらいですかね、うん、すね、はい、あのギターだから立花のり彦さんがです。なのでみんなが一つになったかやがまた一つこの曲でみたいな感じのスマイリングフェイス、うん、ワン
have a smile with your heart. ありがとうございました。ありがとうございました。まただんだんね、最後に現れる。そうです。作りになってじっくり聴いてください。ということで、オリジナルは最後のお水の方楽しいかな、また来年も踊りに来てやろう。ビビケンちゃんでやったんですけど、その時はね、ミックさんと師匠さんと深町さんでクリスマスソングも歌っていい感じで。ミックさんで言うたよ。なのでもう本当に1年また向こうに帰ってどんな生活してるったら、それはもう頑張ってるんですよ。私ね、クロマチョしてるから私は何をしてるかというと、ここで決して歌で稼いでるわけじゃなくて、アーツ&クラフトビジネスっていうかジュエリーを作って売っております。なので、ね、いろんなアーツショーとかクラフトショーとかに行って、だからフェイスブックで歌謡子たちも見ていただくと、時々アホなことをしてるのがよくわかんない。この間の秋もね、またブーストストラクチャーを忘れてしまったとかつぶやいて、結構今年いっぱい忘れ物して最悪です。ブースができないんだもん。その時前の日にねセットアップやるんだけど、で大体金土日の3日のショーとかね、やるんですけどね。そう、一人もボソッとつぶやいたらみんなが結構心配してくれてね、ありがとう。なので一人でね向こうで暮らしてるので、本当に山崎ちゃんありがとう。もう救われてるわけですよ。かよこ立場なんで、はい、見てもらったら危なことがよくね、しげるちゃんもたまにコメントしてくれて励まされてます。河村くん、そうそうそう、ありがとうありがとうなわけよ。そうでね、そうなんですよ。まあやっぱり歌しかないかなみたいな感じで、そう仕事をしつつジャズスクールに行っては少しずつでも進歩していきたいっていうかね、まあ死ぬまでね進歩して、いけたらみたいな。もうジャズでもういろいろ勉強することはもう山ほどあるからね、もう本当にちょうどよかったんじゃないかな、と思います、ね、先生にビシビシ鍛われながら、またね来年もまたどんな聞かせできるか楽しみにしてて、また来てくださいね。よろしくお願いします。ということで、レクイエム。あなたと
ありがとうございました。また来年もいいですか。素敵なダンスをありがとう、ジュンちゃん。アドラくん、皆さん素敵なダンス、またね、Next year 頑張りましょう。エモちゃん、ゆいちゃん、we'll be right back.
持ち込みのやつに結構でかいバッグを乗っけて、しかもそれにこう自分のショルダーバッグっていうか、そしたら「ちょ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  それ あなたそれ多すぎ大きすぎ」言われて、で「どうすればいいの？」したら「戻れ」って言われて戻って、そしたら「200ドル」って言われて、そんないろいろありましたけれども、しっかり詰め込んできたのよね、食べ物を送って。後でね、はい、私のお得意の、クリームチーズロールっていうのがいつもここでパーティーの時に私が作るんですけど、それ今日作ってきましたので、うん、はい、一旦これちょっとテーブル設定があるので
最後に1曲出してもらいますけど、その後ちょっとあのロビーじゃないや外でちょっとあの体冷ましつつのテーブルセットをしてもらいつつの、そしてまた再び、一応あの1000円みたいな感じで出すんで、よろしくお願いします。いやいや、飲むものは買ってもらうといけないんですけど、そうよ、2万円をみんなで割ったりくらい、まあ、ヘニウェイ、みんなに食べてもらいたいなと思って、いろいろ用意してます。Thank you. はい、ということで、こんな素敵な夜ね、また私が過ごしたんだ、こんな素敵な夜の、あの、しとっと、みたいな感じの、はい、The a lovely way to spend an evening. This is a lovely way to spend an evening. Can't think of anything I'd rather do.This is a lovely way to spend an evening. Can't think of anyone as lovely as you.Stroll through a garden, kissed by a lazy lagoon, catching a breath of moonlight, humming a favorite tune. This is a love.Spend an evening. I want to save all my nights to spend them with you.
か。はい。